Hi, bonjour. 私はベルサイユ宮殿から来たフランス人形バニラです。今日は何ですか？夏も近いということで、はい、バニラさんの日焼け対策を、はい、教えていただきたいと思います。はい、もうこれは日頃から気をつけてるんですけど、はい、私はもう夏とか関係なく太陽が大嫌いなんで、うん、というか紫外線アレルギーを持ってるんで昔から気をつけてるんですけど、まあ、基本はもちろん日に当たらない生活をするっていうのが基本で、でもまあそうはいかない人たちもいると思うんで、絶対日傘、日傘が一番もう必須科目ですね。はい、これ絶対持ち歩いてください。あとは、まあ、帽子、できればつばの大きい帽子、あと、まあ、肌を出さない方がいいから、暑いけどちょっと薄手でもいいから、なんかカーディガンとか何かを羽織ったりとか、長袖はね、あの建物着いた時とかにさ着替えにくいから羽織物とかの方がおすすめかも。なんかこういう感じで、これボレロになってるから下までとかないし、こういうの腕だけでもあった方が絶対いいから。で黒はね日焼けしづらいから、こういう捨てのやつでいいから着たりとか、もう日焼け止めは絶対もう全身に塗りたくるみたいな感じ。日焼け止め塗る量ってどのぐらい塗られてるんですか？うん、量でも全身に行き渡る感じだから相当な量使ってるかもしれないけど、まあでもあんま見えないところはそんなに使わなくてもいいかも。まあ、やっぱ顔とかペコルテとか中心に、あの太陽から近いところはやっぱり注意しないといけないし、顔のその高い部分、ここ頬とか鼻とかってやっぱ焼けやすくなっちゃうから、そういうとことか、うん、あと足も結構私出すから足も結構いっぱい塗ったりするかな。あと手の甲とかね、なんかここまではいいんだけどこっからちょっと焼けたりとかしがちだから出てるから、そこに塗ったりとか。でもね、ここが一番大変かも。あの手洗ったりするときに取れちゃうから毎回塗り直しとかがめんどくさくて、だからちょっと防水タイプの、 あの日焼け止めでがっつりカバーしてもらって、なんだろうな、それが基本かな。基本中の基本はそこだけど、まあ私は本当にその太陽の出てる時間には基本出ないようにして、まああとグラサンとかね、目も良くないから日光、もう本当に美容に良くないんですよ。全部太陽ってあのシミ製造機だと思ってるから、昔から、せっかくレーザーでシミ消してんのにこんな一瞬でやられたら何の意味もないじゃんと思って。確かにそうですよねそう、こんなお金払って痛い思いしてこの一瞬でまたシミ増えんのみたいなあ、この間私だからディズニーシーに行ったんですよ。その時にもうしょうがなく太陽浴びなきゃいけないじゃないですか、はい、なんかそんな日傘とかもずっと差すわけにもいかないし、夢の国でね、はい、楽しみたいから何も防備しなかったんですよね、はい、であまりにももう朝一で行こうっていう友達と約束だったから、私は夜型なんでほぼ寝ずに1時間ぐらいの睡眠で行ったんですよ。だから日焼け止めのようなのを忘れちゃって、持ってくるのも忘れて、はい、終わったってなったんですよ。これは終わったなと思って、でもなんとか、まあ、そこまでひどくならなかったんですよ。でもちゃんとこれ対策をして、うん、あの後で一応応急処置的なこともできるんですけど、万が一焼けてしまった時の対策ってことですか？そう、もしもう忘れちゃってとかもう用意できなくて、はい、なんか仕方なく太陽浴びてしまったってなった時は、うん、トラネキサム酸とシナールをめっちゃ飲む、その後何日間か朝晩2錠ずつとかを繰り返して、はい、シミに変わる前にもう排除排除みたいな、再生させてもう肌を黒くさせないみたいな、シミにさせないみたいな。その2つはサプリメントとかで用意されてるんですか？うん、あの病院とかでもらえたり、あとまあ今言わなかったけど、はい、白玉注射とかに使うやつがあって、うん、タッチオン、グルタチオン、タッチオンのあの錠剤とかもあるから、あれもいいと思います。美白用のやつとか、シナール、トラネキサム酸が結構私的に強力だと思うんで、これは美白になりたい人にも使えるし、あの万が一太陽浴びてしまった時の応急処置でも使えると思います。飲む日焼け止めとか今いろいろあるけどね、あれもなんか実際効くかどうかもよく分かんなくて、まあ、効くやつは効くのかな、ないよりはマシかもしれない。確かにそうですよね。他にその今の飲み薬っていうか、うん、
もの以外には対策はしたりするんですか？もうそれを飲めば大体カバーできるよっていう感じですか？飲み薬と、あとなんかまあビタミンを多く取った方が多分お肌にはいいから、あのフルーツ結構食べたりもしたから。あ、そういうことを結構心がけられてるんですね。あと美容クリーム的なものとかもいつもよりちょっと多めにとか、いいやつ使ってみたりとか、外側からのアプローチもしてみたり。あとその日焼け止めの塗り方にもコツがあって、絶対やっちゃいけないことが、あの保湿をせずに、なんかもうそのままクリームだから保湿できると勘違いして塗っちゃいそうなんだけど、実はあれ保湿せずに塗ってしまうとなんか皮脂が過剰に出てしまったりとかして肌ボロボロになっちゃったりするんで、絶対に保湿をした後に塗るように上からしてもらって、あと塗る時も一気になんかドバってなんかつけて伸ばすとかじゃなくて、それはもうあの結構ばらつきが出ちゃうから、もう顔のポイントでその高いとこからちょん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 って感じでポイントで乗せてこう塗っていって、首とかもバーって、あんまドバって出して伸ばすのは良くないですね。あ、なるほど、はい。バニラさんのおすすめ の, あのタイプだったり、こういう時はこういうタイプの方がいいよとかありますか？例えばなんかミルクタイプとかスプレータイプ、ローションタイプ、そうそう、ジェル、いろいろある、クリームとかね、たくさんあるみたいですけど、やっぱ私は基本的にはミルクタイプ、乳液のね伸びがいいやつを使うんだけど、本当にちょっと焦ってこう仕事で急いでって早く家出なきゃとか、そういう時とかなんかまあ外とかでもね、あの簡単に直しやすいのがスプレータイプかなって思います。本当にあのまあ楽にねシューって全身にできるし、あと大事なのが髪の毛にできることなんですよ。乳液タイプは髪の毛に使えない、ベタベタしちゃって、髪の毛って意外と紫外線ですごいダメージ受けるんで、ボロボロになるんで。初めて聞いたんですけど、髪の毛も日焼けするんですか？そう、すごい、もう紫外線ってそれぐらい良くないんですよ、人間の体には。実は美容には本当に良くなくて、だからもう、 こうスプレータイプだともう全部に使えるから、髪の毛もシャーってやっちゃってケアしてあげてください。そうなんです、ありがとうございます、はい。で、まあ、いろんなミルクタイプとかいろいろありますけれども、はい、日焼け止めを選ぶときに重視していること、選ぶ理由って何かありますか？やっぱり SPF のね、50のなんか PA プラスプラスプラスみたいなやつ、一番強いやつ、もうマックス、全部マックスのやつを選べますね。効果がないと意味がないので。なんか保湿タイプとかいろいろあるけども、はい、保湿はもう別でちゃんと合ってる化粧水とかでやるんで、もうそれよりもやっぱ効果と、あと汗かいた時にやっぱそれが落ちないタイプがいいから、あのウォータープルーフタイプの PA プラスプラスプラスこれプラスプラスプラスの無限みたいなやつがいい、もう超強強みたいなやつがいい、バニ的にはもういいっす。実際もうダメージ受けませんみたいな、紫外線とはみたいなやつがあったら最高なんだけど。じゃあちょっと最後に一つだけ聞きたいんですけど、はい、夏ということでね、海に行ったりとか、皆さんしたいと思うんですけど、ね、もうすぐ、もうどうしようもないじゃないですか、濡れるし、どうしようもない、そういう時はもうどういう風に、パラソルをあパラソルを使っていただいて、はい、もう、もちろんだからウォータープルーフの日焼け止めと、はい、飲む日焼け止めと、はい、帽子と、はい、みたいな。でもね、それ以上海入れないもんね、まあ、ちょっと入ったらすぐにこう冷やしてあげて、もう炎症を起こしてる状態だから日焼けって赤くなったりするじゃん、はい、あれは肌に良くないから、もうそこをね、なんか氷水のタオルとかで何でもいいからこう冷やしてあげたり、スプレータイプのやつでちょっと冷たいやつがあるから、そういうので冷やしてあげて、ちゃんと保湿をしてあげて、ね、あの化粧とか、あとでアフターケアでね、ちゃんといろいろ栄養分を入れてあげて、たくさん睡眠をとって、しなるとトラネキサム酸を1週間ぐらい続けて飲んでいれば大丈夫だと思います。わかりました、はい、ありがとうございます、はい
ということで、この動画がいいなと思った人は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。あとインスタと TikTok と、Twitter と LINE ブログもやってるので、そちらの方もフォローよろしくお願いします。あと LINE の公式アカウントで美のサポートをするアカウントを作ったので、そちらで、お得な情報などを受け取ることができるので、そちらのフォローもよろしくお願いします。概要欄に載ってます。じゃあね、バイバーイ。